今回のトピックはターンの仕上げです。それぞれのターンの仕上げ部分の操作についてお話ししてみたいと思います。ターンの仕上げというとスキーに圧を加えることやエッチングが最大限になったこのあたりをイメージしている方が多いと思いますが、今回お伝えしたい仕上げの範囲はスムーズなターンのつながりを同時に考えたいと思いますので、一つの子が終了して次の切り替えの体勢に向けてこの圧やエッチングを緩め始めるまでの一連の流れをターンの仕上げと考えていただきたいと思います。ですので今回はここで切らないでこのあたりまでのひとまとめの運動として捉えていただきたいと思います。特にあまり大きな違いに見えないかもしれませんが、次につなぐための足元の作りやスキーと体の位置関係のひと手間を含んだ仕上げ動作を確認していただくことで、滑り全体の中でこの仕上げに関わる運動がとてもはまりやすくなっていくと思います。ここではこのターンの仕上げの部分でのスキーと体の位置関係についてご説明したいと思います。仕上げの際には自分とスキーとの位置関係をコントロールしやすい状態に、スキーを管理しやすい位置に置きたいわけですね。このターンの仕上げを確実に行うためのポジションあるいはフォームについてお伝えしたいと思います。基本的な滑走フォームについてはすでに別の機会でお伝えしていますが、重心を板の上にしっかりと乗せていくにはこの辺りで腰から上の状態がターンの内側に残らないように、このように肩のラインを水平に保って安定感のあるフォームを作る必要があります。ターンが回し込まれたこの辺りの仕上げのポイントでは、特にこのようにスキーと自分との一塊の一体感を作る必要があります。スキーをしっかりと回し込んで雪面を捉えたこの辺りから、次の切り替えのための足元を緩め始めるこの辺りまで、イメージとしてはこの項目のタイトルのスキーを真下でしっかりと確保する、この意識を持って行っていただけますと安定感のあるつながりのいいターンが作れると思います。仕上げ部分で自分の上体が内側に外れていないか、重さを乗せながらしっかりと弧を描いているかを確認するために、このような練習を提案したいと思います。ストックを前に水平に持って、このストックがターンの仕上げの際に常に水平を保っているかを確認してみましょう。肩や腕が上がったり下がったりしないように気をつけながら、上体、腰から上の適正な位置、ターン内側に傾いたりしない安定した姿勢を保つ練習をしていきましょう。自分の下にあるスキーに重さを乗せていくことができているか、スキーをしっかりと確保しているかを確認することができると思います。
はい、今回はターンの仕上げということで、一つ一つのターンをコントロールが効いた状態で完成させて、かつ滑らかにつないでいく、そのための操作についてお伝えしました。コントロールの効いたターンを仕上げながら、雪面にシュプールを描いて滑り降りる、まさに滑りを確実に操ることができているなぁと実感できる滑りですね。そのあたりの楽しさをまたぜひ雪上で味わってほしいと思っています。